はい、皆さんこんにちは、モーシンです。今日もですね、仮想通貨ビットコインのチャート分析していきたいと思います。このチャンネルではですね、こういう風にチャートを映して実際にですね、ここに僕が、LINE を引きながらですね、詳細に分かりやすく説明しているチャンネルになります。毎日動画を更新していますので、ぜひね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、今日もね、仮想通貨ビットコインのチャート分析いきたいと思います。今日はですね、2019年の8月の19日月曜日です。今の時刻が20時34分ですね。今のビットコインの価格が114万2000円ぐらいのところを推移している状況です。はい、ということで、久しぶりにですね、仮想通貨市場明るい日だったなというふうに思っています。こちらも久しぶりにですね、アルトコインが主導で、結構上げたと。でリップルなんかもですね、30円に乗せてきてですね、リップルなんかは結構ね、コインポストさんのニュースでも報じられていましたけれども、買いポジションを取る大口がね、結構増えたっていうようなね、報道もあったり、しました。でそのアルトコインのね、全面的なこう上げに、釣られてですね、ビットコインも上がったかなという状況ですね。はい。で昨日の動画を見ていただいた方は分かるんですけれども、そこの辺からね、おさらいしていきたいと思いますけれども、昨日の動画で言っていたですね、この辺の三角持ち合いで、アセンディングトライアングルですね、上値は行って、で下値を切り下げていって、そこで三角の持ち合いになって、で最終的にこう上抜けてくるっていうのが、アセンディングトライアングルのね、基本的な動きですけれども、その基本通りの動きになったなというところですね。ここでこう三角持ち合いで、上値は一定で下値を切り上げていって、ここで収束地点で、上に抜けるという、セオリー通りのですね、動きをしたというところですね。はい。で、こうなってくるとですね、もう、この三角持ち合い、大きなところの三角持ち合いですね、こちらのラインとこちらのライン、ここで構成されている三角持ち合いの、この上のですね、高値切り下げラインですよね、ここまではやっぱり上げてくるんじゃないかなというふうに思っています、最終的にはですね。ただ直近としてはですね、いろいろレジスタンスとなるような、ラインがありまして、で一つはですね、ここの長期移動平均線ですね、ここがぶつかってくるのが大体117万円ぐらいで、118万円のところ、もともとですね、この117万から8万っていうラインはですね、レジスタンスとかね、サポートに使用された、意識されたね、このラインでもあります。なのでこの辺りとこう長期移動平均線が重なっている、長期移動平均線は 100MA 表示させてますけれども、その辺りとね、こうぶつかってきた時に、レジスタンスされるかどうかっていうところがね、注目かなというふうに思っています。なので117万で118万のライン、それから121万とかですかね、120万のあたりも意識されましたので、そのあたりをこう抜けてくるとですね、ようやくこの高値切り上げラインが見えてくると。で高値、切り上げラインとぶつかるのはおそらく124万とか、123万とか、そういった水準でぶつかってくるかなというふうに思っていますので、そのあたりの値動きになると、そこはそこでですね、注目して、またこのね、ペナントのですね、下値切り上げラインに向かって、言ったらこんな感じでまた戻っていくのか、それとも、ここをね、しっかりブレイクアウトして、また上にね、こう、サポートして抜けていくかっていうところがですね、中期的なところのですね、ターニングポイントになるかなというふうに思っています。で、一応ですね、そういった上値の、上昇目線で、賞金はですね、考えていけばいいと思うんですけれども、今日ですね、4万円幅ぐらいの爆上げ、急騰があってですね、今114万というところで、昨日はですね、110万ぐらいのあたりを推移してたんですけども、そこから4万円幅ぐらい上がってきました。で、この後の展開としましてはですね、この111万円とかのね、ここの、高値一定だったラインですね、このこういったラインまでこう押し下げられてくるっていうことはですね、十分ありえます。むしろその方がですね、こう下値が硬いっていう方が意識されるので、ここまで下ろした後ですね、また上げてくるっていう風になるのが一番ね、力強い値動きになるかなという風に思っています。ここのですね、下値切り上げのこのラインですね、こういったラインに沿って、上げてくる可能性があるかなという風に思っていますね。はい。こういう感じでこうチャンネルを引くこともできますけれども、この辺りの値動きでですね、一応ここで3個持ち合いは抜けたんですけども、またねこの下に下げてきて、でこの、ブレイクアウトしたこのラインですね、このラインまで下げてしっかり下値を固めてから上に行くと、で結果この
ね、短期的なチャンネルを形成していて、このチャンネル内の値動きに収まっているというパターンがですね結構多いかなというふうに思っていますので、まあこれぐらいまで下げてくるっていう可能性は十分ありますね。111万ぐらいまで下げてくるっていう可能性はあると思います。なので狙いとしてはですね、このあたり下げてきたときはまあしっかりね押し目買いで入ると、まあそこでそのままね、ここを割って下落してくる可能性もまあ全然なくはないですので、そのあたりはですねしっかりセーフティーネットを張って、浅い損切りラインを設定をしておくっていうことはですね、まあ基本的なところですね、僕が毎回言っている、基本的なところになりますので、そのあたりはしっかりね対策しておかないといけないかなというふうに思っています。なのでシナリオとしてはですね、まあ、先ほど言った通りにはなるんですけれども、上昇してくるにおいてはですね、まあ一旦下げる可能性はあるものの、下げて、まあ、下げるかそのまま上がる可能性もありますけれどもね、まあ、一旦はこの118万円ラインに向かってこう伸びてくるかなというところですね。はい、その後、まあ、ここをブレイクアウトしてくると、まあ、目指すところはこの124万とか3万の水準になってくるというところですね。で一方でこう下落、ここから下落する可能性も当然なくはないと。なのでここで一旦ねこう下落してきて、でここのね、レジスタンスラインにサポートされるかどうかっていうところで、サポートされずに落ちてきたとなると、まあ元通りの水準というかこの下値で切り上げラインですよね、この辺りの水準で意識されるかどうか、これが106万ぐらいですね。ここの辺りまで落ちてくると、106万ぐらいの水準になってくると思います。なので106万まで落ちてきた時に、まあ、ここをねブレイクダウンして、要は104万とかね、また例えば101万とかになってくるかどうかっていうところがまあ注目なので、この106万での水準っていうところはですね結構ね注意して、まあ注視しておく必要があるかなというふうに思っています。シナリオとしてはまあこの2つですね、このままずっと横横する可能性もありますけれども、まあ明確なね、まあ上昇が見られたというところで、まあどちらかというと上昇目線でですねトレンドはまあ考えて、エントリーを考えていけばいいんじゃないかなというふうに思っていますので、ぜひね参考にしていただけたらというふうに思います。最後にですね、板の状況を確認しておきたいと思います。はい、こちらね、いつも見せてるデコボードになりますけれども、デコボードで見てわかるのがですね、今日まあわかるのがこの買い板がですね直近結構厚くなってるなというところが昨日との違いかなというふうに思っています。まあ板自体がですね厚いというよりはこの直近の買い板っていうのが厚くなっているっていうのがね特徴的かなというふうに思っています。で売り板に関してはですね昨日とあまり変わりないんですけれども、まあ特にこの買い板のですね、1万600ドルあたりがですね、まあ少し他のところに比べて、厚くなっているというところですね。1万600ドルといえば、まあ、今のレートで112万円ぐらいのところですね。なので、まあ、先ほど僕が言った通り、一旦ね戻してきてサポートして、要はサポレジ転換のラインですよね、ここまでこう高値が抑えられていたラインがだいたい111万ぐらいのラインなので、そのあたりとね、まあ、被ってくるかなというところですね。なので、まあ下がってきたときにそのあたりで、押し目買いを狙っているという、まあ、トレーダーがですね一定数いるということが、まあ、このチャートから分かるかなというところですね。はい、なので、まあ、この板っていうのはですね結構ね頻繁に変わっていきますし、時間とともにですね、常に変化していくものになりますので、まあ、これを見てですね、じゃあ1万600ドルに差し値入れようというのも、まあ、ありかとは思いますけれども、その場合でもですねしっかりこうセーフティネット張ってですね、損切りラインは浅くしておくというところで、まあ、そこから、ね、急に急落する可能性も十分ありえますので、そのあたりはですねしっかり対策しておく必要があるというふうに思っています。はい、じゃあ今日の動画はねこのあたりにしたいと思います。はい、で最後にですね、ちょっと告知だけ、させていただきますけれども、僕のですね無料オンラインサロンを、開設しました。で、一応ですね Discord っていうアプリを使って、オンラインサロンをやっております。どういう内容かというとですね、まあこういうねいろんなカテゴリーに分けて、皆さん同士でですねこう情報交換するのもいいですし、まあ、僕からもですねこういった感じで結構頻繁にね情報を提供しています。例えば、まあ、今日の昼ですかね、提供した話題ではですね、まあ、こういった感じで画像を載せながら3個持ち合いになっているので今重要な局面ですよっていう情報だったりとかね、そういった情報を、まあ、アップして、皆さんとねこう情報交換するっていう、まあ、サロンをですね、やっております。で参加方法ですけれども、一応ですね、まあ、今後は YouTube とかで YouTube の概要欄とかから、ね飛んできていただけるようにしていきたいんですけれども、一応ですね、まあ、LINE アットに登録いただいた方からですね、まあ、招待していきたいという、まあ、僕の意思があって、そういう風にやっております。なので、まあ、今参加されたいっていう方がいらっしゃいましたら、まずはですね、ちょっとお手数なんですけれども LINE アットに登録いただいて、で LINE アットの、ホーム画面ですね、ホーム画面に、
そのディスコードの、アプリの取り方だったりとか、参加の仕方ですね、そういったところをすべて、招待コードも含めてですね投稿していますので、そちらを参考にして、ぜひね遊びに来ていただけたらというふうに思います。で、 LINE アット登録いただいた方はですね、僕の、申し入れトレードマニュアルということで仮想通貨トレード手法をですね、無料でプレゼントしておりますので、まあその動画もですねぜひ、参考にしていただいて、僕の動画を見ていただけるとよりね理解できるんじゃないかなというふうに思いますので、そちらもね、まあ、ぜひね、LINE アットにも登録いただいて、Discord の方に遊びに来ていただけたらというふうに思っています。はい、じゃあ今日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。